シーズンこのトーナメントを制したのはこちらグレーのドミネイトです。こちらも注目の一戦、 DJ はインパルス。それでは今一度皆さんで大きな拍手お願いします。参りましょう、レッツゴー。さあさあさあ、やってまいりましたよ。この2チームサイズでかいですね。ドミネイトはどういうチームなんですか？ドミネイトはですね、もうこの現在コート上の3人、彼らはかなりこのチーム発足時からプレーしているメンバーで、もうこの高さとそして強さを兼ね揃えた非常に屈強なチームでございます。特にあのこの王の兄弟、10番と11番のは兄弟プレイヤーです。それをまとめるのがナンバー5です、レジェンド岩佐純。兄弟仲いいっすね。兄弟のコンビプレー、ツーメンゲーム特に大注目です。対するブラックの方は、はい、こちらのですね、信州松本大ネバラックス、このチームもシーズンを通してほぼメンバーを固定してこの2年目のシーズンなんですが、本当にその連携、人とボールが動く素晴らしいゲーム、スピーディーなゲーム展開できます。ほうほうほう。中心はナンバー5の武井選手。ナンバー5ですね。はい、この選手がボールを持ってゲームを動かします。非常にこのバランスの取れたといいますか、シュート力のある7番の岩田選手、そしてもう一人武井選手ですね、武田選手。はい、わお。岩田レーファールだ。ショー、うまいっすね。さあ来た。じゃあコントロール、ブロックに行く。うわ、決めましたね。うわさ、どれも ナイスキック、イエイ。若干会場はドミネートのホームっぽいですね。いいですね、あちらにかなり熱いチームメイト、フォロワーの皆さんがしっかりセットしております。
ID。 Oh yes。 このブラックのダイナブラックスも新州初の 3x3 チームということで非常に地元では人気があって、今日もおそらく新州の方々この配信をねたくさんご覧になっていってくれていると思いますので、本当に人気の高いチームです。なるほど、はい、アイディー潰してアウトナンバー上、どうだ、この歓声、そしてね皆さんのこういう声が非常にこのゲームのテンションを上げてくれるんで、そうですね、リバウンド争いの瞬間が一番楽しいですね。うぅ、武井に入る岩田レイリターン、難しいショット、ここはグッディ、大野力、兄貴のナイスパー、すごい兄弟プレー、兄弟コンビプレー炸裂、ボーナスワンショット、7対7の同点です。ドミネーターファール3つ目っぽいですね。ユーティー、ナイスブロック、武田狙ってくるか、ショットクロックバイオレーションのコール、お互いマジ固いディフェンスですね。いいですね、本当にここは守り合いですよチーム。さあ試合時間がもう残り半分まで来ましたよ。イエス、5分を経過、おーファールコール、先ほどの試合同様どのプレーが空気を変えるかがめちゃめちゃ大事ですね。注目しましょう。
ねじ込んだ下山、体つえ、井上、ミスから、おお、ビッグプレー、ついていってる、今のやばいんじゃないの。8対8同点。ショットクロックバイオレーションです。シュートまでのタイムリミットわずかに12秒、12秒以内に放たれたシュートリングに当たればこのショットクロックはリセットされます。振り向きざま、岩佐、リバウンド、また外れる、奪ったのはダイナブラックス、武井、どうだ、岩田、うおー、10対8、リードを取ったのは信州松本ダイナブラックスの黒。やっぱショットクロックが12秒ってのがきついっすよね。あっという間にこのタイムリミット、ハーフコートでしかも3人しか選手がいないってことで、多分手数がそこまで多くないんで守りやすいと思うんですよね。守りのテンポを作りやすいというか、だから時間が短いのがすごい難しいなってところですね。その中でいかにシュートチャンスノーマークを作ってクリエイトするか、しかしこの常にフィジカル、うわ今の決めたらやばかった、立ち上がってたな俺、出しながら岩田で捉えてる。さあ残り3分切りましたね。この武田岩田のシュート力、ダイナブラックス、リキ、触っているという判定です。もう一度ドミネートボールという判定ですが、いかがでしょう。残りは2分41秒です。ショットクロックは1秒という表示。攻守交代、タイムアウト、タイムアウトは信州松本ダイナブラックスがコール。さあ皆さんもこの軽快な音楽とともに終盤戦、ここから見どころがやってきます。チームファウルはブラックのダイナブラックスが3つ、ドミネイトは4つ、得点は10対8と2点リード、黒信州松本ダイナブラックス。終盤戦残りは2分35秒、武田センスターバック、決まらない、リキ、
たへい、うおー決めたー、差を4点に広げるビッグショット、わーお、2分を切って残りは1分51秒、決まらない、さあどこを狙ってくるか、ストロングポイント、でけー、オノリキフェガレー、やばいって同点、破った、エンオースコアカウント認められます、これで13対10、3点差に詰め寄って、さらにボーナスワンショット、しびれるフリースロー、変わらずリードはこちら信州松本ダイナブラックス、ナイスパス、ナイスパスだ、リキファールだ、5ファールです、5つ目のファールはダイナブラックス、1分を切ってワンシャー、もう一回チャンストライ、さあ1分切りましたよ、ディフェンス、おお、一度レフリーと時計を確認します、4点を追いかけるドミネイト、ナイスプレイ、3点差45秒、リバウンド、ここは大野力、両端に預ける、兄弟でここも崩してきた、岩佐どうだ、ナイスリバウンド、キープスルー、17秒、16秒、ショットクロックは先、さあ守ったキック、2ポイント、2を狙う、このポイント、しかしタイムアップ、1点届かず、めちゃめちゃいいゲームでしたね、素晴らしいゲーム、クォーターファイナルゲーム3、信州松本ダイナブラックス VS ドミネイト、ファイナルスコアは14対13、ウィナーは信州松本ダイナブラックス。